大会の4日前までもう追い込んでいくんでヒートいくんですけど、大体1時間前にカルニチン 3g とレッドキア3錠、レッドキアにもカルニチン入ってるんですけど、カルニチンって脂肪を燃焼させるのに絶対必要な成分なんで、この朝のヒート生活とももう大さらばですよ。塩はですね、完全になんかもう砂糖とか入ってない無添加のものしか使わないんですよ、僕は。あー難しい、あー、いった。ケトジェニックももう終わるんで、明日からちょっとね、微妙に食事変わっていくんですよ、ラストスパートで。今ずっとゼロカーボ、炭水化物入れてないですけど、ちょっとずつこう糖質入れ始めて、より体を張らしていくとね。だから今僕のこの体の張りってね、ほんと 60% ぐらいなんで、ちょっとねベストコンディションになった時にちょっと本当お見せしたい、楽しみにしててください。ビタミン C ね、本当は1日 5g ぐらい取るといいんですよ。お肌の調子もめちゃめちゃいいですし、減量中でも風邪1回もひかないんで。これはケトジェニック中に欠かせないサプリメント。トレイン90分前に12錠ですね。これだけは唯一水にこう戻ってくるんで、飲みにくいサプリ。減量中はコーヒーやめれないですね。1日なんか知んないですけど、僕缶コーヒーが好きで、これを5、6本、下手したら7、8本飲んでるかもしれないです。腹が減る。レッツゴー。俺よりルーフトにいっちゃう。ゴールデンイエーうますぎて、こればっかっさい。全部アルファネコさん
これ糖質をね筋肉に引き込む力が強くなるのと抗酸化作用、美容にめちゃめちゃいいですから超おすすめ。よし、この刺身用のサーモンをカリカリに焼くという贅沢な、うまい、これが一番うまい。でもお肌の調子がめちゃめちゃ良くて、ケトジェニックは本当女性にねおすすめの、特にねダイエット法です。あとは美容男子、結構塩いつもかけすぎじゃないですかって言われるんですけど、アスリート汗もかくん で塩分取らないと筋肉も張らないんですよ。だ結構ね多めに取った方が良くて、明日からもう塩も測り始めるんですけど、前日ぐらいまで塩は多く取っといて、前日だけ控えると当日水抜けて、あと水分とかもね調整するんですけど、まあいつも言ってる山本義則秘伝の書っていうのも1週間分のメニューもらってるんで、それだけは内緒なんですけどね。最後のご飯はレバーを食べます。これも毎回使います。毎日毎日こうやって細かくグラムを測る生活のもうおさらばですよね。え、嬉しいな。レバーもレバー刺しとか食べれたら最高なんですけど、今日の映像なんですけど、めちゃめちゃかっこいい、ちょっとインスタ用のムービーができました。体が絞れてると漏れるな。どれ食べようかな、大会後、あー最高だ、どれ食べようかな、はい、今日の動画はこれぐらいで締めたいと思います。ちょっと2分間ぐらい喋りますけど、あと最後ね EA だけ 7g これ飲んでインスタ書いてね寝るっていうのが自分のルーティンになってます。で大会まで残すところ1週間になりました。ほんとあっという間で2月1日から減量に入り、もう3ヶ月以上ね食べたいものを食べれてないわけですが、僕の減量方法って、まあ、山本先生に受けてるコーチングってチートデイはないんですよ実は。ただずっとカロリー高く取ってるんで、一度もお腹が空いたことないんです。実は腹減ったなっていうふうにストレスを感じたことはなくて、だし山本先生のやり方ってローファットケトローファットケトってね、それ繰り返していくやり方なんですけども、すごくうまく筋量ね残せたなと思います。で今回自分の状態がすごくいいので、当初大会に出る前は山本先生にクラス A、 自分の階級クラス A って言うんですけど、クラス A で優勝狙いたいですっていう風に今回ね出場すると決めたんですけども、山本先生ってそういうなんだろう目標とかに対して山沢さんならできますみたいなそういうことを一切言わないんですけど、これまでの大会とかもそうなんですけど、僕が1位になりたいですっていうのを分かりましたみたいな感じで受けてくれるっていうような感じなんですけども、じゃあひょっとしてそれが慣れると思って受けてくれてるのか、まあ慣れないだろうけど好意で受けてくれてるのかっていうのは僕も分かんないんですけど、もう今回ねもうすでに山本先生なしではね絶対に作れないようなもうコンディションになってるんで、もう目標通り皆さんにクラス A の優勝をね見せたいなと思いますね、ファンの方には。はい、でクラス A で優勝するとオーバーオールってのに立てる各階級の優勝者が4人当たるんで、
そこに自分が立ってるとかめちゃ面白くないですか。自分で言うのもなんですけど、自分がそこに出れたらめちゃめちゃ盛り上がるなとも思うんでね。え、まあやっぱ伊達に4年間もね YouTube やってませんから、はいね、まあたくさんのファンもいれば、まあ、たくさんのアンチもいたりしますが、どん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 挑戦活躍することでやっぱりねプラスの影響を与えられる人間になっていきたいっていうのがねそもそもの思いであるんで、はい、残り1週間頑張ります。過去最高に体調もマシです。もう辛いしストレス半端じゃないし、倦怠感だるさ、これはもう毎回のことでひどいんですけど、今回でもマシです前回より。ということで最後の最後まで応援よろしくお願いします。残り1週間頑張ります。また会いましょう。おやすみ。